水遁の術、最後の挑戦者は自称魔法使いスネルダミュー。その食べ物はこちらとなっております。オープン。東南アジアを中心に食されている食用タガメは高タンパク、高カロリー、必須アミノ酸やミネラルも豊富で人類の未来の食料として期待されているとか。水遁の術スタート。ちょっとヒントにもう一匹いとこうか。今なってもう一匹いきます。魔術、ほんまに魔法みたいな。いなくなったり出てきたり魔法使えてる感じ。そのそれが出てきた。怖いタバコのような。口の中身は何かお答えください。すごいすごい。塩？塩の塊？え？塩の塊。残念。見てもらいましょう。こちらです。何？